皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。次は第6話ですね。やっていきましょう。
第6話、冥王の落日。処理条件は敵の全滅。あ、そうそうそう、ビギナーズモードにしたんだよね。やっぱね、スパロボがね、サクッと俺強えをやるのがね、いいんで。ガンガン進んでいきましょう。どうしてもね、1回の動画が長くなっちゃうと思うんで、なるべく時間を短縮できるようにやっていきたいと思います。これ何？コスモゼロ戦闘機か。ダッシュ持ってんね。プロテクションも持ってんのか。ただ武装が貧弱だな。やっぱりこの中で指揮能力のあるやつはいないのか。反撃をどんどんしていく。当たった。数はやっぱり結構いるね。後ろの方からやっていくか。軽トラ貢献。ブレストバーン、なるべく一撃で倒したい。ゲッタートランフォークでいいかな。
こいつは減ってるから。基本向こうもなんか戦闘機だよね。木星帝国にとってはもう地球とかどうでもいいのかな。クラート基地をやらせるか。あ、取った。なんでじゃない、まだ戦えるぞ。シーブックはヒットアンダーウェイがあるんでビームライフルと、シーブックってずっと量産型 F91 なのかな。量産型 F91 がどこまで強いかだよな。修理しようかな。こいつか。ちょっとコスモゼロ怖いよな、最前線に出すのは。それなりの命中率はあるな。ゲッタービームってどんだけ減るんだっけ。ゲッターマジンガンは強いね。一発で葬れる。このでっかいやつなんだろう。カングリジョ、こんなんいたっけ。チョバンアーマー持ってる。早急に仕留めよう。別にさ、ボスってわけじゃないよね。硬い。見かけ直してないのを祈るぞ。油断大敵ってやつね、これ。ゲッターはゲッターで、ゲッターストライク、ゲッタービームを30使うからな。少しでも増やしていきたいから。そこを凍らせてもらう。ガーレデスラー。ビームザンバーはまだ使えないか。ベスバーで誰かを仕留めるか。こいつ援護攻撃やるならいけるかな。ビームライフルがダメか。
ニュータイプだ。海賊どもに裁きの雷を。これでもまだ戦いを続ける気か。オジトロンカノンセット。少女お手します。バッチリだ。行くぜ。チークチュピだ。ざっとこんなもんだ。ああ勝負の演出を入るんだね。チョバマーマーゲット。あ、ヤマトの撃墜すると敗北。別にあそこに行かれてもいいんだ。まあ、そうは言っても進みつつ、まずヤマトと合流したいな。ブランドマーカーでいいか。相手になってやるぞ。
発射で攻撃をしよう。ヒット&ウェイはね、本当に役立つ。ヤマトどうすっかな。一人で前線に出れるかな。このタイミング仕掛ける。我々に失うものなどない。この距離でこいつだ。遅いぜ。何もかも。あとヤマトだけか。これで戦艦を狙っていくか。反撃フロー、めちゃ強い。戦艦同士の一騎打ち、負けられない。主砲切り替え。主砲三式弾に切り替え。主砲三式弾に切り替えた。1番2番前方の敵に照準合わせ。目標を捕捉した。照準よし。撃て。ターン。ベスバー使わないとダメ。そこら辺はあんま考えてくんないのかな。反撃の思考的な。まあこれで劣化を使うっていうのはわかるけど、さっきビームライフルでもよかったんじゃないか。これはまあベスバーだよね。めっちゃ F91 狙われんな。していくような感じであればいけるかな。こいつか。移動力6あるか。なんか少し遅い感じがするけど、ドリルプレッシャーパンチで倒そう。ドテッパラに風穴を開けてやる。いかん。パワーが段違いだ。シールド防御使ってきた。すでに我らは地球を捨てたのだ。お前の狙いより俺の動きの方が早いのさ。照準は開く。爆発する。援護攻撃で倒した時ってどっちになるんだ。撃墜数は止め止め。ウィングダストサービスしちゃうんだから。
げられた。金とタックポイントが入るんで、で特にシナリオとかに問題はないみたいなんで、このままビギナーズモードでいきます。とりあえず強化パーツ、ゲッターが装甲値1700、あーマジンガーやっぱ硬いね。ゲッターにジョバマーマを装備させよう。まあこんなものかな。スキルルート、ヒット&ウェイマジで欲しいな。やっぱりヤマトにつけたい。サイズ補正を生産して、援護防御を生産して、ガードか見切りかって言ったら、見切りでもつけとく。でプロテクションのヒットアンダーウェイト、これで各1個ずつになってるのか。でこれどうすんだ、スキルプログラムで、ここにヒットアンダーウェイ、これ何個でもつけられんの。ようこそスキルプログラムって。パーツ供給をね、欲しいんだよね。まあ、とりあえずあとはちょっと取っとくか。というところで、じゃあ第6話、冥王の落日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。